はい、こんにちは。 N2 語彙、今日の問題はこれです。母から話を聞いてほっとした、ほっとした、ほっと、ほっと、これが今日の問題です。はい、意味は何ですか？ほっとしたの意味は何ですか？答えは一つだけです。はい、どれですか？納得した、驚いた、安心した、励ました、どれでしょうか？全部動詞、全部ワーブですね。ほっとしたの意味どれですか？わかりますか？ちょっと難しい動詞もありますね。N2 です。 N2 ですから覚えましょう。はい、答え言います。答え、ほっとしたはこれです。ほっとしたは、ほっですね。ほっ、この顔です。ほっ、だから答えは、答えはそうです、答えはこれ、安心したが答えです。はい、できましたか？説明しますよ。安心した、ほっとした、使い方、例えばこれです。父が車の事故に遭ったけれど無事だと聞いてほっとした。よかった、これです。はい、お父さんが車の事故に遭ってしまいました。車の事故があった。だけど、けれどはですがですね、けれどですが、無事だ、大丈夫だです。はい、大丈夫ですと聞いて、人から聞いて、あー、よかった、これです。ほっとした、ほーです。ほほほ、出ますね、これです。ほ、はい、他の例、これ例えばこれ皆さんあります、多分こういうこと、スマホと書いてありますね、スマホ。はい、スマホを家に忘れたと思ったがカバンに入っていてほっとした。はい、スマホは何ですか？そうです、もちろんあれです、スマートフォンのことですね。日本人はスマートフォンのことをスマホと言います。スマホ、スマホ、スマートフォンを家に忘れてしまった、今日ないと思いました。でも本当はカバンに入っていました。カバンにあった、あ、よかった、忘れてないね。はあ、これほっとした、これですね。はあです。だからほって、ほほです。よかった、この意味です。簡単ですね。覚えやすいでしょう。はい、でした。ですからほっとした覚えてください。そしてぜひ使ってください。他の、あ、このね、問題ですね。母から話を聞いてほっとした。これお母さんから何かの話を聞いて、あ、よかったね。はい、もしかしたらさっきのお父さんが事故です、ね、お父さん事故、車の事故だけど、お父さん大丈夫、お父さん大丈夫と今病院から電話があった、ね、大丈夫だって、ね、よかった、ほっとしたよ、これですね。はい、と使うということです。これカタカナとかじゃなくて、あ、カタカナで時々書きますがひらがなでいいですよ。ひらがなで書く、漢字ないですよ、書きませんよ、ね。はい、ほっと忘れないでくださいね。と必要ですからね。ほした、ダメです。ほした、ダメダメ、ないです、言葉ないです。とが絶対に必要ですから忘れないでください、じゃあ他の言葉も大事ですね。この一番上、納得した、納得した、これもちょっと難しいですが、これ N2 です。で、漢字もあります。漢字ももう N2 で覚えなければいけません。これ納得ってね、はい、漢字これちょっともっと大きくできますか？あ、できました、納得、これです。
はい、こういう字で納得の意味も N2 です。大切です。納得はあー分かりました、そう、今日私ほっとしたの説明をしました、はい、今話しましたの意味ですよと私が説明して、レイこうやって使いますも見せました。これでああ分かった、これが納得したです。ああ納得しました、分かりました、うーんとか、まあ人に説明をしてもらって分かったの意味が納得したです。あとは、まあそうですね、例えば自分が違うものだと思っていた、うーん、例えばそうですね、納得した、いろいろあるけど、そうですね、何がいいかな、納得した、納得しました、あ、うん、やっぱりそれが一番いい、今の例が一番いいです。よく使う、先生に何か問題が分からなくて、テストの問題とか分からなくて、先生私は答えはこれは、例えば今日の問題もそう、今日の問題これは驚いただと思ったんです、絶対そうだと思うんですけど違うんですか、で先生説明した、うーん、ほほっとしたはこれはこういう意味だから驚いたじゃありませんね、で、あーはそうなんだ、うーん、あ、わかりました、でこれが納得したですあーわかった、うーん、これがうん、納得です、納得した、分かったです、はい、これですね、ビジネスでも使います、ご納得と言います、はいね、はい、使います。まあ例えばあと他はお店でお金を払う時に、例えば1000円だと思った、1000円お店の人に1000円ですねってお金渡した、いえいえお客様すいません1100円ですと言われた、1100円、そうなんですか、どうして1000円じゃないんですか、1000円と書いてありますここに、あ、いえすみません、税金です、タックスです、タックスが 10% かかりますから、1000円の 10% で100円プラスです、1100円です、あーだから1100円、あーわかりました、これが納得です、あーはいはい、ああ分かりました、納得しました、あ、じゃああと100円払います、これです、ね、こうやって使う、納得したは、はい、何か違うと思っていただけど説明聞いたとか説明を読んだ、それでああ分かった、うーん、これが納得しますですね、はい、ちょっとね使い方気をつけてくださいね、分かった、うーん分かったの時です、漢字も覚える、じゃあ次、驚いた、これは大丈夫ですね、驚いたは漢字、これ驚いたは意味はおびっくりしたの意味ですね、びっくりしますの意味で、驚きますは漢字は大事ですよ、 N にはもうこれ覚えなければいけない、これもそうね、ちょっと難しいですけどね、書けなくていいです、でも見てわかるように覚えてください、見て、あーこれわかる、意味わかる、読めるにします、意味わかる、読めるで OK です、書けるはできなくても大丈夫、 JLPT は、はいね、書けた方がいいですけどね、もちろん。そして最後、励ました、これちょっと難しいですね、そしてこれ学生さん、私の今まで教えた学生さんほとんど使えないです、まあ言う人いますけど、結構難しい語彙、これちょっと難しい語彙でも N2 です、はい、これですね、漢字もあります、漢字はこれちょっとできたら覚える、ちょっとこれは N1 に近い漢字なので頑張って覚えなくてもいいです、大丈夫、これですね、語彙の意味説明します、先にちょっと形、マスフォーム、タフォーム見ましょう、マス形ですね、タ、マスフォームは励ましますです、励まします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 ね、まあまあ2回ですけどね、励まします、で他フォームは励ました、励ました
何々しましたじゃないですからね、これ。そう、励ました。そうそうそう、内形は内形、ナフォ、ないフォームは励まさないですね。もちろん励まさない、励まさない。はい、じゃあ意味は何？はい、これ意味が大事ですね。意味はですね、例えばこうやって使います。よいしょ、ちょっと今大きいですが、見ましょうか。でもこれね、覚えるとすぐ使えますよ。そんなに難しい意味ではありませんので。はい、きます。弟は昨日テニスの試合、ゲームです、ゲーム、試合に負けて元気がない。弟はテニスが好きだからテニスの試合をしたね。頑張って練習しています。もしかしたらプロテニスプレイヤーになりたいかもしれない。よし、僕はオリンピックに出るんだね。ですが昨日負けました。練習してるのに負けた。だから元気がありません。 静かにして、今日はテニス練習しない、静かにしてるから。弟かわいそうですね、だ元気ないね。だから私はもっと練習すれば次はきっと勝てるよ、大丈夫と弟を励ました。これです、励ました。大丈夫だよ、練習すれば次は勝てるよね。だからご飯を食べて、今日は寝て、明日から練習しよう。お姉さんも一緒にするから、手伝うから、頑張ろう、大丈夫大丈夫、できるよ。これ励ましますです。わかりましたね、もう意味ね。英語の意味も自分の国の言葉の意味ももうわかったと思います。元気ありません、この人。でも大丈夫だよ、頑張れ頑張れ、大丈夫。これします、これが励ましますです。はい、皆さんも誰かを励ます時ありますね。元気出して大丈夫だよ。あと励まされる時ありますね。自分が元気ない、もう私はダメだ、死にたいって思ってる。でも友達が大丈夫大丈夫大丈夫、一人じゃないよって励まされる、励まされる、受け身系、パスフォンですね、パスフォン。それそれ、励まされる、励ます、大丈夫、これです。大事ですよ、使いますよ。はい、ですので、そういう語彙です。ですから私はもちろん学生の皆さんを励まします、励まします、大丈夫です。 JLPT この前合格しなかった、あと1点だった、あと1点少ない、大丈夫です、あと1点でしょ、もうちょっと頑張れば次は合格できますよ、大丈夫です。これ励ましますですね。そうそうそう、ですのでこうやって使います。はい、ちょっと今日の語彙はどれも難しかったかもしれませんね。納得する、まあ驚く、大丈夫ですね。ほっとする、安心したですね。励ました、元気出して大丈夫だよ、これです。はい、でした。ぜひ覚えて使ってください。じゃあ、私は今 YouTube で皆さんをこう励ましてます。本当に頑張ってくださいと思ってビデオをたくさん作っています。はい、私のビデオを見て元気になってください。そして、直接私と話しながら、頑張ってくださいと授業をしています。はい、YouTube じゃなくて Zoom を使って、私学生さんと勉強して励ましています。励ましています。毎週毎週とても元気に励ましています、私。はい、本当です。その時もちろん勉強を一緒にしてます。 ただ遊んでいるだけではありません。はい、それも勉強は読解、N2 の読解、一緒に勉強しながら、励ましてます。難しいです、この問題よくわかんない、ね、大丈夫です、頑張りましょう、私教えますよ、説明しますよ、大丈夫って。で、授業の後ね、わかりましたかって、わかりました、
そうです、はい、やってます。もし皆さんもよかったら来てください。私に励まされたい人ぜひ来てください。ズームをしてます。ズームレッスンです。毎週土曜日の18時と毎週月曜日の9時から、好きな方一つ入ってください。ぜひぜひ待ってます。そしてズーム時間がないです。時間忙しいその時間の人は、ビデオレッスンでも勉強できます。ビデオレッスンでもとても皆さんを励ましています。本当に、はい。まず、この中文のやり方見るとどうやって勉強すればいいか、 N1 の読解どうやって勉強すればいいかわかります。まずこれ見てください。はい。テストまであと2ヶ月ですね。2ヶ月あるけど、その時間何を勉強すればいいか、はい、大事です。しなくていい、この練習しないでいいです、捨ててください、やらなくていいですよというのありますから。何が捨てていいの、何をしなければいけない、わかんないですね。それこの中文のやり方、このビデオを見るとわかります。まずこれ見るといいです。はい。そしてテストの時間も何をすればいいか、テストの時間、そして何分でやればいいか、この問題何分ですればいいですか、それもこの中文のやり方、このビデオの中で説明してます。はい。このビデオレッスンでは、中文のやり方と合格の方法を説明してます。1時間1時間説明してますので、ぜひ、まずまずこれを見る、そしてその後中文じゃなくて長文を見て短文を見ると、もう全部ああ読解ってこうするんだ、納得します。今日の納得です。分かったです。ぜひぜひ見てください。はい。このように私ズームレッスンと、時間がない人はビデオレッスン入ってもらってます。このように YouTube 以外、 YouTube じゃないところでも教えていますので、ぜひよかったら来てください。私のレッスンは N2 の読解、 N1 の読解、そしてビジネス日本語、会社の日本語も教えてます。はい。これ全部 Zoom でやってます。はい。そしてこちらはビデオレッスンあります。この2つ、 N2 と N1 はビデオレッスンありますから、もしよかったら好きな方入ってくださいね。で、人によっては3つぐらい入ってる人もいます。はい。ズームと N2 ズームと日本語のビジネス日本語とビデオレッスンね、入ってる人いますので、はい、自由に選んでください。そしてこのビジネス日本語は今 N2 勉強してますよというぐらいのレベルの人から入れますので、ぜひぜひよかったら来てください。このコースは本当に楽しいです。はい。私大好きです。はい。じゃあ、ズームレッスン入る人、これから申し込む人、ちょっと急いでください。これから申し込む人、アプライする人は6月から入れます。はい、6月からです。その人は5月15日まで、日本時間14時までに申し込みをしてください。はい。この後だともう申し込みさようならです、終わりです。はい。ですから、急いでくださいね。はい、待ってますよ。では、Zoom レッスンもビデオレッスンも申し込みはこの URL リンクです。 mosh.com、jp、 時間まで .com じゃないですね、 mosh.jp です。このリンクから申し込みましょう。このリンクは下の、私 の、 ビデオのディスクリプションと、あとコメントメッセージのとこに書いてありますから、そこから申し込んでください。こういう連絡インフォメーション、Twitter からもしています。 Twitter です。はい。私のアカウント learningjapanese@日本語クラスです。ぜひ私をフォローしてください。いろいろなインフォメーション出しています。はい。じゃあ皆さん、読解も、漢字も、いろいろありますね。語彙もね、また一緒に勉強しましょう。今日もありがとうございます。頑張りましょう。